この際、金子恵美さんから関連質疑の申し出があります。泉君の持ち時間の範囲内でこれを許します。金子恵美さん。金子さん。立憲民主党の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。今日は主に農林水産関係予算について質問させていただきたいというふうに思います。今、政治と金の問題がこの場で議論をされたところで、その後でありますけれども、このような重要な予算委員会の場で、これをしなくてはいけない状態を作り上げている今の政権に私は憤りを感じます。そしてしかし今農業者の方々も大変苦しんでいる状況、そしてまた物価高の中にあって消費者の方々も苦しんでいる、国民みんなが本当に厳しい状況の中にある中、農林水産関係どのような形で前進をさせることができるのかということを議論させていただきたいと思います。補正予算には農林水産関係費8182億円が盛り込まれているところでございます。食料安全保障の強化に向けた構造転換対策や物価高騰等の影響緩和対策などに用いるとされています。本来重要な施策に必要な金額は当初予算においてしっかりと確保すべきことだというふうに思います。しかしながら特に農林水産関係予算においては毎年当初予算の金額よりも補正予算の金額の方が多い事業がいくつもあり、そのような予算編成が当然のことのようになってしまっています。このような状況は従来から批判の声があるように場当たり的な農林水産政策を象徴しているのではないかというふうに思います。ニーズはあるかもしれませんけれども、畑地化促進事業などは令和4年度の補正予算で250億円でも、令和5年度の当初予算は、これは畑地化促進助成となっておりますが、22億円。そして今回、令和5年度の補正予算案では750億円という形になっています。本当に例えば、これは例の一つでありますけれども、重要であれば、なんとか当初予算から入れるべきではなかったかなと。それ以外にもですね、スマート農業の総合推進対策とか、緑の食料システム戦略推進総合対策、これ総理も、所信表明の中でですね、グリーン化スマート化、とても重要だということをそういう趣旨のご発言をされているわけですけれども、こういうものもすべてですね、当初予算は本当に少ない、すべて補正予算で上げようとしているということでもありますし、また現場でとてもニーズのあります、産地生産基盤パワーアップ事業、また畜産クラスター事業も、これはそもそも補正予算のみにいつも計上されているんですよ。これおかしいなと思うのですけれども、総理、所信の中でですね、大切なものは大切とおっしゃっていただいたのだというふうに思いますけれども、この当初予算からしっかり獲得する、確保するということが、私は本来この予算としては必要だというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。内閣総理大臣、岸田文雄君。農林水産予算ですが、これ、当初予算と、補正予算についてご指摘ありました。当初予算については、当然のことながら、農林水産行政全般にわたって必要な額、これを用意しなければならないと考えています。そして、補正予算においては、緊急に必要な対応、に重点的に予算を用意する、こうしたものであると思っています。今回の補正予算においては、この世界の安全保障、食料安全保障のリスクの高まりに対して過度に輸入に依存している作物、あるいはこうしたものについて国内生産の拡大を進めるなど、この現下の状況に鑑みて進めるべき施策、これを当初予算から増額して配置している、こういったことであります。当初予算とそして補正予算、その行政全般に対するこの予算と、そして緊急必要な対策の予算、それぞれ相まって農林水産予算全体の充実を図っていく、これが基本的な考え方であります。金子恵美さん。
まあ、基本的な部分と緊急を要するもの、でも私先ほども申し上げましたように本来当初予算に入れるべきものが、まあ、補正予算に入っていると緊急性というところは見えない部分もあります。もしでも緊急性があるんだとおっしゃるんだったらもう、当初も補正も関係ないぐらい今の農林水産の現場では全て緊急性を要しているということでいいんですか。今、農林水産大臣宮下一郎君。総理と言います。はい、先生ご指摘のようにですね、さまざまな課題緊急を要していると思いますけれども、まあ、特に畑鹿の促進事業について、ご指摘ありましたけれども前回の予算ではですね多くの皆様が手を挙げていただいたんですがそこに対応しきれなかったということもございます。そこの皆さんにしっかり答える、そしてこれからもその畑地化に取り組んでいただく方に答えなければいけない、まあ、こうした緊急の要請に答えるもの、それから今肥料とか飼料が高騰してますので堆肥や下水汚泥資源などでですね、国産資源を緊急に肥料化するとか、また国産飼料の生産利用拡大をするとか、こうしたまさに各高騰も踏まえて今やらならなければいけないことを法制に重点的に持っているということだと思います。金子恵美さん。手を挙げる人がたくさんいた、でも足りなかったから補正で挙げる、でも手を挙げる人がたくさんいたということはそれは農業を大きく変えなくてはいけない重要な時期に来ていると、そのように大臣が今、ご説明いただいたんだというふうに理解をさせていただきますが、そうすると今転換期構造を変えなくてはいけない大きな時期に来ている、大切な時期に来ていると、そういうことだと思うんですけれども、まあ、食料安全保障の強化というのは本当に喫緊の課題でありますが、今まさに農政の新たな政策を作り上げるとき、そして食料農業農村基本法の、まあ、改正に向けて大きく動いているこの時でもあります。そして、今回の補正予算案にも、まあ、そのための予算というものが、まあ、特にその食料安全保障の強化について、計上されているわけですけれども、まあ、国連食料農業機関、は食料安全保障フードセキュリティについて、すべての人がいかなるときにも、活動的で健康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜好を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を物理的にも社会的にも経済的にも入手可能であるときに達成されるとしています。つまり食料の安定供給は、すべての人の生命と生活の基礎として欠かせないものであります。食料の生産者にとって重要であるということはもちろんでありますけれども、それ以上に食料を必要とする消費者の皆さんにとって必要不可欠だということです。補正予算の項目となっています過度な輸入依存からの脱却に向けた構造転換、そして生産者の急減に備えた生産基盤の構造転換なども農林水産の関係者だけではなくて消費者である、まあ、国民の皆様全体の問題として捉える必要があるということであります。農林水産業の持続可能な発展や農産業村の振興について国民の皆さん一人一人が当事者意識を持つことはとても重要だというふうに思っています。でそこでですね、パネルをちょっと見ていただきたいというふうに思いますが、まあ、今回の補正予算の中では、まあ、単に農林水産政策を講じるだけではなくって、当施策をとその背景にある課題について国民の理解と国民の皆様の理解と関心を深めることというのが求められていると感じます。農林水産省や財務省はこのような認識をきちんと持って予算編成をしていただいたのだろうかと、
ということですが、特に農林水産省は今回の補正予算案で適正な価格形成と国民理解の醸成に5億円を計上しています。この事業イメージについて農林水産省の説明資料から抜粋してこのパネルにいたしました。ここにありますように適正取引に向けた調査で、そして広報動画等の各種媒体の活用、メディア、SNS 等での情報発信、シンポジウム、フェアなどを行うとされています。で、消費者等に対する理解醸成は Z 世代を重点ターゲットとして、国民全体の理解醸成、行動変容を目指すとしております。農水省がですね、提唱している日本、フードシフトのロゴマークもあります。で、これ公式なウェブサイトもありまして、動画を見ることもできます。このような授業はありますけれども、もちろん農業者の方々の現場からはですね、適正な価格でなんとか今の生産資材等の価格高騰というものがあり、そこからしっかりと価格転嫁をしてほしいという要望があります。しかし一方で今物価高騰で国民の皆さん全てが苦しんでいる状況です。簡単にその価格転嫁、もし価格が上がった場合それを理解していただけるかというとそうではない状況もあります。本当にここは食の安全保障をいかに担保していくかという点においてしっかりとした国民の皆様がしっかりと関心を持って議論をしていかなくてはいけないというふうに思いますし、食料農業農村基本法の改正ということであればもう国民的な議論をしっかりとやった上で、そして制定されました1999年以来の改正ということになりますので、そのある意味良い方向での改正をしていかなくてはいけないというふうにも思っているところでございます。で、そこでですね、このような取り組みが本当に生かされるのかどうかということ、この取り組みがですね本当に効果を生んで国民的議論につながっていくのかどうかということを総理に伺いたいと思います。お願いします。内閣総理大臣岸田文雄君。まずご指摘のように食料農業農村基本法の見直し、こういった議論を進めるにあたって国民的な議論が必要である、このご指摘はその通りだと思います。そしてご指摘のこの農産物の適正な価格形成、これに向けてはこれ農林水産省において生産流通加工小売等の各段階の関係者による協議会を設けて議論が行われているところです。そしてそれらをしっかりとこの後押ししていくためにも今回の補正予算において適正取引の推進に向けたコストデータの収集等の調査、また農産物の生産コスト上昇の背景や食品の価格転嫁の必要性に関する消費者理解醸成のための広報に関する予算、こういったものを設置するとともに農業農村への理解醸成を図るための官民共同による情報発信等を行っていく、こうした取り組みを補正予算の中にも盛り込んだところであります。ぜひこうした取り組みを進めて適正な価格形成に向けた取り組みを後押ししていきたいと考えています。金子恵美さん。ありがとうございます。消費者等に対するその理解醸成の部分ですね、特に先ほど申し上げましたように、Z 世代を重点ターゲットとしてということなんですけれども、国民全体の理解醸成行動変容を目指すと、特にその自分で食を選択し始める大学生前後の層がターゲットだという意味なんです。で、ただしここの今パネルの中にはないんですけれども、この消費者理解醸成行動変容促進事業についての農水省の説明の部分を見ますと、食と環境を支える農林水産業農産漁村の魅力等について国民理解の醸成をより一層図るため、官民共同によりメディア SNS 等で情報発信するとともにシンポジウムフェアを開催するということで、この魅力と
という言葉が入っているんですね。で、もちろん魅力を感じてほしいと思いますし、厳しいだけじゃないよということも知っていただきたいというふうに思うのですが、でも今実は現場の状況やそして食料の安定供給の難しさということを考えたときに、魅力というもうレベルではない、命をつなぐためになくてはいけないもの、そういう理解が必要なのではないかというふうに思うんです。で、その部分を私はもっと前面に出した上での本当の意味での国民の皆様の理解の醸成というのをしていかなくてはいけないと思うのですけれども、この取り組みを全否定するわけではありません。もう明るい状況で、農業者の方々をバックアップする、そういうこともあると思います。でも現場はやっぱり厳しいですよ。ですからそれをですね、どのように伝え、そして本当に先ほど申し上げました、その農政の、憲法ともいえる基本法の改正に向けて国民的なコンセンサスをいかに形成するかということ、これどのようにお考えになられますでしょうか。総理。農林水産大臣宮下一郎君。日本フードシフトについてもご紹介いただきましてありがとうございました。ただこの説明書きですね、についてですけれども、日本の食の課題が山積していると、食について考えることはこれからの社会を考えることであると、人の生き方を考えることを、変えるべきは変え、守るべきは守り、今の時代にふさわしい日本の食の在り方を考える機会にしたいと、で消費者、生産者、食品関係者、関連事業者、日本食を考えるあらゆる人々と行政が一体となって考え、議論し、行動する国民運動として、日本フードシフトを進行させたいと、こういう説明もございますので、こうした意図に基づいてですね、先生おっしゃる趣旨を踏まえて、しっかり運動を展開していきたいと思っています。金子恵美さん。いや総理にご答弁いただきたかったんですけれども、危機感を持っていただきたいということを私申し上げさせていただいたつもりであります。基幹的な農業従事者は減っている、そして、高齢化が進む、またその耕作放棄地がどんどん増えている、そういう状況の中で食の安全保障って本当に担保できますかということです。で、その上で、食品のアクセス、食品アクセス、そして子ども食堂支援ということで、農水省も立ち上がってくれたわけなんですが、私も子ども食堂を運営している方々と意見交換を、地元でさせていただきましたときには、物価高で食材も高くなっていて運営が大変だという、そういうお声がありました。で、もちろん農水省の今回、フードバンク等を通した食品ロス削減等への支援なども含めて、また、食料提供を円滑にする地域の体制づくり、つまりは、買い物弱者や経済的な弱者に対する食料提供をしっかりやるということで5億円、を挙げているわけなんですけれども、でも私現場に行きましたら、やっぱり子ども食堂は困窮者だけのものではない、社会的問題を抱えているすべての人たちの居場所でもあるということを考えたときに、農林水産省の施策だけでカバーできるものではありません。で、そうしますと、やはり例えば子ども家庭庁であったり厚生労働省のさまざまな施策と一緒に支援をしていかなくてはいけないと、支援策を作り上げていかなくてはいけないというふうに思いますけれども、関係省庁との連携をどのように考えて、今回のこの食品アクセス子ども食堂支援というこのメニューを作られているのかお伺いしたいと思います。総理お願いします。内閣総理大臣岸田文雄君。はい、食料安全保障の一環として、平時から国民一人一人が食料にアクセスでき、健康な食生活を享受できるようにする、こうした基本的な考え方が重要であると思っています。そしてご指摘のように今般の補正予算においてフードバンク子ども食堂に対して未利用食品の供給に向けた支援を措置しているほか、
政府備蓄米についても全国的な提供体制、これを整備していく、こうした取り組みも盛り込んだところであります。そしてその際にこの体制についてご指摘がありましたが、農林水産省、もちろんでありますが、子ども家庭庁、さらには厚生労働省はじめ、これ政府を挙げて食品アクセスの困難解消に取り組んでいく、こういった体制や姿勢を大事にしていくことが求められていると感じております。金子恵美さん、ありがとうございます。とにかく政府が一体となっての取り組みをしていただきたいというふうに思います。すべての人たちにしっかりと食品アクセスということで、食料を入手できるような、体制づくりをしていただきたいと思います。時間がきますが、最後の質問にさせていただきたいというふうに思いますが、アルプス処理水の対応です。これは総理、外交の問題でしょうか。内閣総理大臣岸田文雄君。アルプス処理水についてはさまざまな課題があります。外交としてもこの問題について真剣に取り組まなければならないと思いますし、当然のことながらまずは福島の復興にとって大切な課題でありますし、国内のさまざまな関係者のなりわいをしっかり支えなければいけないなど、全国的な経済をはじめさまざまな課題に関わる重大な課題であると認識をいたします。金子恵美さん。はい。日中首脳会談の成果を伺うとは思ったんですが、泉代表からもありました、あまり成果を上げたとは言えない状況でもあります。これ今後もですね、しっかりと協議交渉していかなくてはいけないと思いますけれども、これ本質を忘れないでいただきたいと思います。今復興とおっしゃっていただいた、実際にはですね、漁業者をはじめとする関係者の理解なしでどうしても海洋放出をしなければならなかったのは原発の廃炉を推し進めるためだったわけであります。そしてしかしながら残念なことに、総理大臣の所信表明演説で岸田外交の積極的展開という部分の中でアルプス処理水の問題について 2,3 行を取り上げただけだったんです。私ここ問題だと思います。最後になりますけれども、本当に全責任を持って長期にわたるこの問題についてしっかりと対応していくのかどうかお伺いします。内閣総理大臣岸田文雄君、申し合わせの時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。アルプス処理水、ご指摘のように福島第一原発の廃炉に向けて、これは避けて通れない取り組みであると認識をいたします。長期にわたる世界にも前例のない取り組みですが、福島の復興、これ必ず成し遂げる、こうした強い決意のもと、引き続き政府一丸となって、そして政府が前面に立って、安全かつ着実にこの課題の取り組みを進めてまいります。金子恵美君。終わります。